つもラジオにハガキですとかファンレターです。皆さんこんにちは、桑島宝子です。ビキョフは8月9日、ミサイル発射、グラビティブラスト広域放射、完璧。私たちは悪の帝国なんかじゃありません。当天予報発射スタンバイ。自在じゃないわよ、捨てたの。何？二度と元には戻れないわ。なぜ私を連れて行ってくださらなかったのですか？助けて！死にたくない！死にたくないよ！もしかして人形？柔らかい人形じゃないの？だった、久しぶりです。プラマイレイなのだ。ってことで今は米原レイになったのだ、レヒ。そして現在新婚旅行の真っ最中なのだ。出どころって言ったって、ネットに流れてる怪談話なんて大概眉唾ものだし、人間は無意識のうちに見たいもの、信じてるものを認識しやすいようにできてるんだ。だからいい？こっちに追い出すんだよ。傷をつけたのは死んだ私の弟、琥珀は臆病で優しい子だったんだ。琥珀はね、死ぬ前には元の琥珀に戻ってくれた。琥珀の命のために。なんだ、何をしようとしている？いや、一気に緊張感が抜けちゃって、こういうのは慣れてないから。あ、これは申し遅れました。私は教授、ベイブレードを研究しているものです。研究？君のこともよく知っています、木の宮隆雄。くれ！苦しかった、怖くて、ずっと知らなかったから。私何も分かってなかったから。名前ステラ、街知らない、一生はネオ、教えてやる。俺は A 地区の見習い魔女のリーダー、風紀取締役のシーラだ。なぜ禁断の森に入った？取締役なんてのもやってきたんだ。こんなとこでつまずいて人生棒に振りたくないんだよ。